長い棒を持ったのが槍。ありがとう。若い青年、子供たちを徹底して、あの長い棒を持って、来い、行け、命の限り行け、行って、わざと精神的な、そういう積極性、負けるな、いう意地を引き立てるための一つの方法にもなっています。長い棒を持ったのが先生役です。負けるな、負けるな、徹底して来い、という指導法。全国にいろんな流派があります。新加入流派がありますけれども、全国の大会に出た時これぐらい真剣な武道というのはありません。みんなもうびっくりします。薩摩の地形流の演武にはですね、一歩が違うと違いこつもバレるというぐらいの実践以上のそういう型を作り上げています。ご覧ください。一歩頭に間違って当たればもう即死、そういう真剣勝負以上で、私たちの皆さんの祖先たちが実に立派なんですよ。日露戦争とか日清戦争とか戦争もありました。でも戦争があってもその時に戦闘にだって負けるかい、負けたら国は潰れるんだ、日本ここにある言ってそこに出ていったのがこういう次元中で育った東郷平八郎とか、そういう日本の海軍陸軍のリーダーは全部鹿児島出身です。